本当に見たんだ、火を吹くスライムを。火を吹くスライムって？目の前でモンスターが炎に包まれた。まるで魔法みたいに。そりゃ有名だゲイル、スライムがそんな強力な魔法を使うわけない。寝ぼけて焚き火を消し忘れたんだろ。そうだ、燃え残りが偶然モンスターについたのさ。ちげえねちっ、いっとユージさん、依頼失敗ですか？仕方ありません、気に病まないでください。失敗してないぞ。もう、ちょっといろいろあって早く取ってこられたんだ。なんですかこの量、本物？ちょっと渋ちゃんに報告します。なんだドライヤの花をあんなに。見たとこテイマーだろ。ユージ、またお前か。アジエス。2年分はあるな。やはり波のテイマーではないということか。騒がれるのは好ましくないが、多すぎたか。いや、すべて買い取らせてもらおう。さほど傷薬は必要にならんが。そうか。さっき森で意外に骨のある魔物と戦ったぞ。あ？支部長、大変です。どうした？森から呪しが上がりました。聞こえるか？聞こえるよ。それぞれ近くに魔物は？森に魔物が現れたと報告が。たくさんいる、どっかへ向かってる。行き先はわかるか？みんなどう？わかんない。お日様の方へ向かってる。こっちは反対。ねえ、追いかける？一箇所に集中しているようですが。まずいっちゃね。バカな、1万もの魔物が一体どこへ。位置関係から推測すると。冒険者に次ぐ、現在万に近い魔物がこのファスタンへ向かっている。おそらくあと数十分で町へ到達するだろう。君たちはこの町から逃げてほしい。バカ言うな。町の人々はどうする？俺たち冒険者だけ生き延びろってのか。魔物は1万もいるんだろう。町の連中がうまく逃げられるはずがない。ありえ、俺たちで街を守るぞ。方法があれば私だって無傷で街を守りたい。だが多勢に無勢、一人でも多く生き残ることが我々の唯一の対抗手段だ。それしかないのか。一つ考えがある。ユージさん。おい、無理するな。お前テーマーだろ。なんだ。今スライムドラゴンの骨だ。ドラゴン。テイマーには面白いことができてな。この骨から一度だけだがドラゴンの炎を再現することができるんだ。これで魔物たちを一掃する。マジかよ、そんなことが。ユージ、確かにお前は普通のテイマーではない。しかしドラゴンの炎の再現など聞いたことがないぞ。そのスライム。信じてみようぜ、アジエス。他に手はないんだろう。
俺たちは何をすればいい？どうぞ、ドライヤの花の薬です。こんなにも早く使うことになるとはな。急げ、戦闘の魔物はすぐ到達する。門の外で食い止めるぞ。ありったけの武器を持ってこい。ああ、プラードルフ、状況は？はい、できるだけスライムさんたちを回収してるところっす。急いで帰るよ。なんかすっごい回り道だって。戦闘になったら怖いっすよ。ありがとうございます、ユージさん。力が湧いてきました。いいわ、ユージ、僕たちも。お前たちが背中に乗ってるだけだろ。15分で終わらせるぞ。魔法創造。余裕はあるな。町を守りつつ一帯をくまなく攻撃する魔法を。ユージ、緊急事態。ドライアダムとか。さっきから変な人がうろうろしてて。あいつどうも挙動が怪しいですぞ。魔石か。おそらくそいつが魔物を出現させている。近くに仲間はいないみたい。すぐそばまで行けるか？それなら私の力で運ぶわ。あの石触ると死んじゃうから気をつけてね。ユージは我らを犠牲に。平気なの？魔法結界で石を囲んだ後に解除魔法をかける。問題ない。本当に大丈夫だ。ちょっと歯があったよ。さあ飛び込んで。魔法転送、魔力とわみ。魔法転送、結界。解除極み。魔法？解除成功だ。スライム、男をこっちに連れて。待って、領主が変ですぞ。この汚れた世界に救済よ。自害だと。ユージさん、うん、もうすぐ着くさ。早い。やっほー、待ちきれ。
キリムラ！キリがない。このままじゃやられる。ブラウドウルフ、加勢できるか。僕が、俺がっすか。スライム、何体かゲイルの近くへ向かってくれ。了解。任せて。しょうがねえな。魔法転送かけ記憶スライム友人を信じろ意地を見せるぞ思ったより魔物の出現範囲が広いたとえ町に結界を張っても終焉の豪華では間違いなく巻き込んでしまうそうか結界そのものに魔法を転送し外側へ向けて放つようにできればすごいリリーアジエスに伝えてくれゲイルたちを町の中へ呼び戻すようにとはいモリノスライムたちは全員町へ等間隔で町を取り囲むように並んでくれはーいドライアドたちは父上行くよーはーいほら一緒にうむここなら安全ですぞうん、全員撤退町へ戻れスライム準備は準備完了いつでもいいよユージ大変戻れ時間だ俺たちに構うなこのままやれユージスライム、いけるかよくやった、プラドウルフ。魔法転送結界！町全体に結界だと？焼き尽くせ、終焉の効果！巨大な炎の魔法でもこんなの見たことねえぞ本当にあいつがやったのか当然だそれ以外に考えられんもしこれほどの魔法を人が生身で撃てば体が持たん命に関わるぞyou
MP のマイナスを補うために HP を使ったか。多少体は痛むが、これくらいなら。スライム、もう一発行くぞ。そんな、またあんな魔法使ったらユージさんが。問題ない、スライム。はーい、任せとけ。魔法転送結果、終焉の効果。これ、まさかな。回収して戻るぞ。なかったみたいで何よりです。レイルさんたちや町のみんなで大宴会です。ユージさんのおかげで町が救われたって。そうか。本当にありがとうございます。縁もゆかりもないこの町のために。ユージさん、どうしてこの町を助けてくれたんですか？今夜はゆっくり休んでくださいね。お腹空いたっすね。ねえ、どうして黙って出てきたの？ごちそう食べたかった。騒がれるのはなるべく避けたい。その時、僕らが華麗に男を囲んで、ユージの魔法3連発、見事魔石の呪いを解いたのですぞ。すごい。男の人、動かなくなっちゃった。うむ、その正体は謎のままです。英雄はその背中でのみ語る、だな。森で死んでいた男が持っていたものだ。近くに解除された石が落ちていた。これ例の組織だろう。中央には報告済みだ。Thank you.
守備はいいな。狙いは足がつきにくい冒険者だ。いいか、月が変わる前に片付けろ。うわぁ、ユージ大きな町だね。確かにな。おいしいものあるかな。お肉ある。お肉、スライムさんたちはお肉が大好物っすもんね。体が膨らむほど食べるぜ。そうか、何も食べずに歩き通しだったからな。しかしちょっと目立ちすぎるな。ユージ、あれあれ。一つもらえるか。おう、毎度。あとそっちのももらえるか。え、あれは？教会でありがたいお話が聞けるんだ。中央から偉い司祭様がいらしててな。中…職業…テイマーですか。この町で冒険者登録は難しいか？そうですね。大丈夫です。索敵能力を持っている方は無条件で合格です。パーティーにいると死亡率が5分の1になると言われていますから重宝されますよ。はい、登録完了です。ありがとう。よければギルドの依頼を受けませんか？パーティーに参加したいってのはお前か？ロディス、探検使いだ。弓使いのティナよ。槍使いのリーサだよ。見ない顔だね。ユージだ。パーティーには初めて参加する。職業はテイマーだ。はあ、テイマー。戦闘に関してはド素人だろ。足手まといを入れるのはごめんだ。まあそういう扱いか。でも索敵能力あるんだよね。今回の依頼は調査だから、力押しで進むより魔物を回避する方がいいよ。それよりむしろ私はロディスが入る方が反対かな。いい評判聞かないよね。うん、こないだも仲間がみんな逃げちゃって行方不明って聞いたし。おい、おかしな噂を信じるなよ。俺を外すつもりか？だって日頃の行いの悪さよ。んだと？そりゃねえぜ。似ているな。じゃあユージの参加を認めるなら私たちもロディスの参加を認めるわ。それでどう？賛成。依頼内容を確認するわ。依頼はアースドラゴンの居場所の特定よ。強力な魔物だから討伐する必要はないけど、道中警戒はしましょう。ロディスが先頭、私は真ん中、リーサはしんがりをお願いね。俺はどうすればいいんだ？ユージは索敵に集中して。俺が戦う必要はなさそうだな。ブラウドウルフ、そっちは？異常ないっす。くまなく警戒中だよ。魔物は我々にお任せですぞ。ユージ、見つけたら倒すのか？いや、ひとまずは待機だ。そうなの？倒しちゃえばいいのに。引き続き周囲を探ってくれ。了解っす。ん？ユージさん、早速っす。前方2キロ先に狼型の魔物が5匹いる。え？ 2キロ先？見える範囲じゃないよね。そんな遠くまで索敵できるの？間違いない。
面白いじゃねえか。確かめてみようぜ。ちょっと、やるじゃねえか、ユージ。本当にいたけど、一匹足りない。上か。任せろ。おお、すごいな。やるじゃないロディス。助かったよ、ありがとう。先を急ぐぞ。ユージも見直したぜ。まあ、倒してもよかったのに。まあ、仲間の力を知っておくことも大事だ。ユージ、早く。やっぱ一日じゃ見つからないか。どうして道から離れたんだ。少人数なら野営は道から離れてが基本だ。盗賊も出るからね。なるほど。よく懐いてるわね。ああ、大事な仲間だ。わー、僕たち大事仲間ですが。ねえ、ユウジはその索敵能力どうやって身につけたの。誰かに教えてもらったとか。ああ、それはいつの間にか身についてた。へえ、そんなことある。すごい師匠とかいたんじゃないの。いや。ねえ、本当はどうなの。知りたいな。参ったな。さあ、そろそろ休むぞ。見張りの順番だが、ティナが最初、俺が次、3番目がユージ、最後がリサでいいか。どうしてだ。睡眠時間を分割される 2,3 番目は体力的な負担が大きい。だから俺と戦闘に参加しないユージが担当する。ロディス、意外と紳士的なんだな。じゃあそうしましょう。みんなおやすみ。ここは会社で残業中だったはずだが。まずいな、モニターの見すぎか。スキル、属性、HP、ゲームのステータス。テイマー、魔物使いか。あいにく俺の職業は社畜だが。あ、不思議な感触だ。スライム？こいつが仲間になったってことか。おう、どこかへ導いてくれるのか。どうやらかなりの読書家が住んでいたようだ。神滅の魔導書、書いたやつは確実に重度の中二病だな。あ、魔法？読んだだけで覚えられるとは都合がいいシステムだな。それに HP と MP も勝手に上がったぞ。もしかしてテイムしてほしいのか。
スライムが呼んだら俺も覚えられたぞ。賢者？ユージ、話せるのか？1週間か。ユージ、聞こえる？どうした？見張りの途中でロリスがいなくなったよ。逃げたってことか？違いそうな感じ。とりあえず普通の状況じゃなさそうだ。ユージ、ティナとリーサもいなくなった。バレたんすか？どうかな。あれってティナの読み通りだったね。見張りの順序を決めた時から怪しかったのよ。人の体力を心配するやつじゃない。戻ってユージに力を借りる。彼は戦闘向きじゃないもの。私たちで何とかしましょう。どっちか。刺されるかと思った。魔物怨霊、見つからずに済んだようだな。収穫は高く売れそうな女2人とあと男が1人だ。いつも通り依頼の途中で逃げ出したことにする。男の方は放っておいても勝手に魔物にやられるだろう。なるほど、仲間が行方不明ってのはこういうことか。そしておそらくだが女2人が近くまで追ってきている。罠にかかったところを捕まえる。うん、よし急ぐぞ。月が濁り始めた。青い月夜に最悪来たり、救済の蒼月によると月が青くなった時災いが起きるっていう話だ。バカバカしい。許し。その話信用できるのか。刃物をばらまいてるような連中が恐れてんだ。用心するに越したことはねえ。どうする？うかつに踏み込まない方がいいわ。戻って作戦を練りましょう。かかったぞ、西側の茂みだ。やっちまえか。
ここいらじゃ見たことねえ魔物だ。一旦引け。おお。よし、いいぞプラウドウルフ。強そうだな。もっと弱そうなのは範囲凍結中。これにしよう。極めてシンプルで無駄のない魔法名だ。スライム。はいですが、任せとけ。あれってユージのスライム？魔法転送、範囲凍結中。あれ、思った以上に強力だな。これスライムがやったの？ああ、そうだ。ということにしておこう。知り合いなのか？そんなわけないじゃない。この辺で有名な盗賊よ。手配書見たでしょ？ああ、そういえば。気づいてなかったのね。ユージの力って索敵能力だけじゃなかったんだね。え、こんなことならもっと最初から頼りにしてればよかった。あまり頼りにされるのもな。ユージってあまり自分のことを話さないのね。いや、でもいいと思うわ。うん、それぞれだよ。さ、依頼はどうしようか。そうね、戦闘要員も減っちゃったし、一旦町に帰りましょう。待ってくれ、俺のスライムたちを使えば多少の戦闘は回避できるぞ。いいの、ユージ？あ、構わない。この二人は信用できそうだ。はぁ、じゃあ速攻だね。まず睡眠時間を確保しましょう。新しいキャンプの場所を探して。うわっ！墓地で見つかりにくいよ。じゃあ火をつけてくれ。はーい。次はテントだな。はーい、お任せですが。うわー、3つでいいか？もうちょっと話してくれ。はいはい。食料の残りも出しておいてくれ。はーい。ブラードウルフ、交代で警備するぞ。了解っす。さあ、できたぞ。ありがとう。青い月夜に最悪来たり、救済の草月によると月が青くなった時災いが起きるっていう話だ。救済の草月という奴らがファスタンに魔物を放った犯人か。だが最悪とは一体。この辺りもアーストラゴンがいた痕跡はなさそうね。ああ、そうだな。不思議な風だな。デライト渓谷から風が流れてきたのね。デライト渓谷？ユージ、ここから見えるよ。
デライト渓谷は風の谷とも呼ばれててね。ああやって時々山から突風が吹き降りてくるんだ。アースドラゴンの寝息だなんて言い伝えもあるけど、眉唾ものね。いないよ。こっちも見当たらない。そうか、わかった。スライムたちもまだアーストラゴンを見つけられていないようだ。まあユージのスライムだったらきっと見つけてくれるでしょ。だよね、盗賊までやっつけちゃうんだから頼りにしてるよ。だいぶ過大評価されてるみたいだな。確かあの時も。これより冒険者登録試験を始める。最初の試験は魔力量の計測だ。この場合どうなるんだ。おかしい。次は戦闘試験だ。そこの岩に向かって得意な攻撃魔法を打ってくれ。得意な魔法か。ここは今まで使ってきた下級にしておくか。こんなとこか。ちょっと待てユージ。何かやってしまったか。杖もなく威力がおかしいのも百歩譲っていいとして、お前詠唱はどうした。詠唱って下級とか叫ぶやつか。そうだ、無詠唱は高等技術で基本的には威力が落ちるんだが。なるほど、教えてくれてありがとう。もう一度やり直していいか。そうか、威力がおかしいとはそういうことか。詠唱をしていなかったから魔法の威力が弱すぎたんだな。下級。ちょっといいか。もう少し弱めの魔法を探しておくか。これだな、魔力量を制限できる魔法。テストしてみよう。魔法転送歴弾。やったー。魔法転送放水。イエーイ。魔法転送風切り章。魔法転送ビエンダ。いったおまじ。意外と弱い魔法も使えるな。ねえ、ん、何かおかしくない。ん、何がだ。魔物が少なすぎるわ。これだけ歩いて一匹も出てこないなんて異常よ。近くにいる魔物はスライムに倒させているからな。え、スライムが。この森の魔物を倒すなんてどれだけ強いスライムなのよ。またやりすぎたか。まさかこれもユージのスライムのせい。いや、俺は何もしていないぞ。なんだあの空は。シュタイル司祭。ユージ、何か見つかったか。魔物の気配はしないんだけど、なんか変な感じがする。そうだよね、不気味すぎ。わ、もしかしてあれですかな。見に行ってみる。気をつけてな。ダイアルド支部長、あの青い月が何を示すかご存知ですか。いえ、青い月夜に最悪来たり、古い言い伝えです。何か災いが起きるというのですか。これは神話について書かれた書物です。みんなそこから離れろ、プラドルフ。
スライムたちを回収だ。分かったっす。何？明るくなった。1キロ後方にでかいドラゴンが出たぞ。アースドラゴンなの？いや、多分違うな。かなり大きい。アースドラゴンより強そうだ。え、本当に？もしそうなら災害級よ。逃げた方がいいんじゃない？ひとまず撤退しましょう。ついてきて。あんなところに入ったら魔物と出会った時に逃げ道がなくないか。大丈夫。デライト渓谷はこの辺りでは有名な安全地帯なの。独特の地形による突風が魔物には都合が悪いみたい。確かに過去100年強い魔物の出現報告もないらしいし。プラドウルフ、念のため先行してデライト渓谷の索敵を頼む。了解っす。魔法転送ビエンダ。みなさんすごいっすね。わー、飛ばされそう。みなさんしっかり捕まっててください。なんだったんすかね。あ、あれじゃない？うむ、あそこだけ特に風が強いですぞ。ユージにも教えてあげなくちゃ。よし、気を取り直してどんどん行っちゃいましょう。ここを通り抜ければキリアの町に出れるわ。先を急ぎましょう。なんだろう。スライムを先行させて魔物を倒してもらってたんだ。こんなにたくさん？ユージのスライムって本当に強いのね。頼りになる。こいつは無理っす。落ち着いて。見た目が怖すぎっすよ。もう頼りにならないんだから。いやさすがっすね。やったのはユージだけどな。おや、ここどこだろう。そっか、いつの間にかデライト渓谷を通り抜けてたんだ。ユージ、デライト渓谷にいる魔物はみんなやっつけたんだよ。そうか、わかった。あれは？なるほど、土の中なら風の影響を受けないということか。やっぱり、そうだよね。いや、攻撃を仕掛けてみる。正気？いくらなんでもアースドラゴンにかなうわけないじゃない。まずは弱い魔法で様子を見るか。魔法転送歴だ。魔法転送ビエンダ。なんて頑丈な体なの。もうちょっと強い魔法の方がいいか。だが目立つのは嫌だな。魔法転送出来だ。戦争べきだ。ユージ、何してるの？そんな攻撃じゃなく。ユージ！うわあ、あの強い風だ！こいつがほこり。
誰かアースドラゴンの位置は分かるか。スズメの前にいるよ。魔法転送照射。極滅の効果。倒したぞ、アースドラゴン。本当に倒しちゃったんだ。でも一体どうやって。ひょっとして地中の鉱石をスライムの魔法で引火させたの。ん、どういうこと。デライト渓谷の地中には燃料になる鉱石がたくさん埋まってるのよ。それに気がついて爆発させたんでしょ。ああ、おそらくそうだな。なるほど、ユージ、さすがだね。お疲れ様です。ティナさんたちの依頼はアースドラゴンの調査でしたよね。ええ、元々の依頼はね。でも倒したわよ、デライト渓谷で。そうですか、倒したんですか、デライト渓谷で。倒した、アースドラゴンもですか。アースドラゴンの頭の骨ですか。だから言ったでしょ。あれ、そういえばロディスさんは。わあ。何、デライト渓谷から。わあ、こんなに。ゲリオス盗賊団の懸賞金と合わせて1407万チコルになります。それにしてもよくアースドラゴンを討伐できましたね。とっても大変だったんだよ。ほとんどユージのおかげだけどね。話がある。これよりデライトの青いドラゴン対策会議を始める。なるほど、あのドラゴンをそう呼ぶことにしたのか。最初にみんなに聞いてもらいたい極めて重要な情報がある。納品直前に致命的な欠陥が見つかった時にそっくりだな。先ほどデライト渓谷から帰還したパーティーの一人に来てもらった。ドラゴンを目撃したという。ユージ、ドラゴンがどんな姿をしていたか詳細に説明してくれるか。ああ、詳細にと言われてもな。待てよ。お、これだ。魔法転送念写、これがそのドラゴンの絵だ。なんと精密な。信じられん。すごいスライムだ。やはりあの絵と同じ。あの絵？司祭殿、詳しく話してくださいますか。こちらをご覧ください。これは神話についての書物です。破損箇所が多く全ての解読はできておりませんが、あのドラゴンについて書かれています。その書物には何と。竜は空を覆う暗闇と共に現れ、急速に成長し、3日で一つの大陸を滅ぼしたとあります。たった3日で。それが本当なら災害級どころではありません。神話級です。私も信じたくはありません。神話ではどう対処したんです。記録があるなら生き延びた者がいるのでは。神に匹敵する力を持った使者が竜を倒したとあります。しかし、死者か。そんな力を持つ者などこの時代にいるはずがない。待ってください、あのドラゴンが生まれた原因が分かったかもしれません。30年前、太陽が天の頂へと昇った夏至の暦、太陽と月が重なり星と一つになる時、王都の大教会である儀式が行われたと聞きます。確かその儀式の効果が30年後、そう、今からちょうど
1週間前に発動するという話だったはずです。心霊召喚の儀ですね。おっしゃる通り、本来であれば1週間前に来たるべき災厄に備え心霊が召喚されていたはずですが、今のところ何も起きておりません。もしやその儀式の影響でドラゴンが現れたのではないのですか。そんなことはありえないはずですが。おい、また空が暗くなったぞ。なんだと。何の音だ。ユージ、ユージ、青いドラゴンが急に大きくなったよ。元に戻った。何だったんだ。スライムでドラゴンを監視していた。空の変化はおそらく青いドラゴンが急に巨大化した影響だろう。巨大化しただと。竜は空を覆う暗闇と共に現れ成長する。つまりあと3日で世界が滅びるということですか。事態は一刻を争う。たとえ相手が神話級だろうと、座して死を待つつもりはない。明朝総力戦でドラゴンに挑むぞ。愛人ね、今日働いたからな。たくさん魔法撃った、怖い魔物とも戦いましたぞ。ユージ、僕たち偉い。ユージ、ティナ、リーサ、ここにいたんだ。あの青いドラゴンを倒しに行くんでしょ。私たちも討伐隊に参加することにしたの。特別報酬が出るからすっごく稼げるんだよ。ユージも一緒なら安心だし。ユージとスライムがいれば怖いものなんてないものね。そうそう、頼りにしてるんだから。じゃ、また明日ね。おやすみなさい。申し遅れました。私は中央の教会から参りました。司祭シュタイルと申します。冒険者のユージだ。俺に何か。あなたにお渡ししたいものがあります。お待たせしました。これは神のお告げを受け王都から持ち出したものです。恥ずかしながら教会では誰もこの探検の価値を理解できませんでした。ですがあなたになら使い道がわかるはずです。ケシスの探検。魔法の効力を集中できるのか。そうだな、多分分かった。ではその探検は差し上げます。なぜ俺に。神のお告げです。ヨハン、共に祈りましょう。明日の朝になればキリアの討伐隊は総力戦でドラゴンに挑むことになる。そうなれば多くの犠牲者が出るだろう。ユージ、何があった。どんどん大きくなってるよ。ちょっといいか。さっき言ってた俺の魔法の威力がおかしいって弱すぎって意味だよな。強すぎておかしいって意味だ。やってみるか。
スライムは一匹を除いて退避してくれ。ドラゴンに攻撃を仕掛ける。わかった。終焉の豪華だと攻撃範囲が広すぎるか。あのドラゴン一体にならん。魔法転送極滅の豪華。すごい威力だったね。あのドラゴンまた大きくなってない？本当だ。ユージなんか変だよ。森を破壊することで魔力を吸収しているのか。戦うしかないだろう。このモロッチーノで本気なの？ああ、広範囲を焼き尽くす終焉の豪華をこの化質の探検に集中できればかなりの威力になるはずだ。ドラゴンの真下に潜り込むぞ。ありますぞ。跳躍評価対物理結界。跳躍評価対物理結界。跳躍評価。おお、すごい。魔法転送火球。Thank you.
と一回撃てれば。だがどうやって引きずり下ろす。まずいな。きついが、これで凍らせて落とすしか。このタイミングだ。何か意味があるはず。朝早くからすまんな。ちょっと外へ出ていた。キリアの空が正常に戻ったぞ。そうか。シュタイル司祭の話では、デライトの青いドラゴンは何者かによって討伐されたらしい。シュタイル司祭がなぜそれを。神のお告げがあったそうだ。今どこに。司祭はすでに町をご出発なされた。行き先も言わずにな。ユージ、危機への対処は我々の使命だ。必要があればギルドを頼るといい。例えばドラゴンを倒したいから協力してくれとかな。なぜそれを俺に言うんだ。さあな。ごめんね、せっかく誘ったのに討伐隊が中止になっちゃって。でもよかったわね、志願しておいて。うんうん。どうしてだ。中止になっても危険な討伐隊に志願した実績だけはちゃんと残るのよ。なるほど、たくましいな。ねえユージ、これからどうするの。そろそろ別の町へ行こうと思っている。そっか、ちょっと残念だけど、冒険者はあちこち渡り歩くものだしね。でもどこに行くつもりなの。それを二人に聞きたかったんだ。おすすめの街はあるか。リクワルドはどうかな。リクワルド。うん、とにかくご飯がすっごく美味しい街なんだよ。ほう。いいんじゃないかしら、気候も暖かくてとても過ごしやすい街よ。一応聞いておきたいんだが、その町でおかしなことは起きていないか。ん、どういうこと。例えば空が急におかしくなったり、普通じゃないドラゴンが出たり。心配しないで、最近のキリアが異常事態すぎただけよ。こんなのがいつも起こったら命がいくつあっても足りないよ。リクアルドに決まりだな。バイバーイ。じゃあね。ユージ、ご飯楽しみだね。おいしいご飯。ご飯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 。スライムが戦っているところはあまり見られない方がいいな。ユージ、
どうした？ドライアドが急ぎの連絡だって。ユージ、ユージ、大変なの。さっきユージがドラゴンを倒した場所にいい感じのキノコが生えたよ。キノコ。一人で取るのは大変だから、ユージにもキノコ狩りを手伝ってほしいの。それはいいが、何に使うんだ？とっても貴重な薬が作れるんだよ。薬？赤ドラゴンキノコからは魔力回復薬が作れて、青ドラゴンキノコからはなんと魔力復帰薬が作れるの。魔力復帰薬。魔力量を10分前の状態に戻せる薬だよ。すごいな。わかった、手伝おう。その代わりその薬を作ってもらってもいいか？もちろんいいよ。じゃあ早速始めよう。スライムがやったんだ。これで薬は作れそうか？うん。できた。けどおかしいな。青い薬ができるはずなのに、やっぱりこのキノコがおかしいんだ。魔力量が多すぎるよ。うん、すごく綺麗な水があれば薬を作れるんだけど。水を蒸留してみるか。蒸留？結界を変形させて蒸留器を作った。水を一旦蒸発させてから冷やして集めると綺麗な水ができるんだ。そこへスライム浄水の魔法をかけて。こんな方法があるんだね。少し時間はかかるがな。その濁り、魔石の濁りに似ているな。そういえば初めて出会った時も。魔法転送、魔力譲渡。大丈夫か？スライムを通じて俺の魔力を移した。すごく良くなったよ、ありがとう。何かあったのか？誰かが魔石を置いてったせいで元気がなくなっちゃったの。私は森の精霊だから。解除。これでいいか？うん。でもなんか様子がおかしい。魔物？魔法転送、対物理結界、対魔法結界、極滅の効果。嘘でしょ。他に問題は？もう平気だよ、ありがとう。じゃあこれはほんのお礼の気持ち。ユージは命の恩人だからね。どうして魔石の濁りに似ているんだ？それは多分魔石には竜の恵みが入ってるんだと思う。竜の恵み？ドラゴンを倒した場所にだけ出現する不思議な力だよ。こうやって貴重な薬が作れるキノコを生やすほど豊饒な魔力を秘めているの。それが魔石に？うん。竜の恵みはいいものでも悪いものでもないけど、使い方次第では森を滅ぼすほどの強い呪いを生み出せるものだから。ユージー、終わったよ。
これでいいのか。うん、ありがとう、ユージ。これは約束してた魔力回復薬と魔力復帰薬ね。じゃあ私はドライヤの森へ帰るね。ああ、また何かあったら呼んでくれ。またね、ユージ。すごい霧ですぞ。何にも見えないよ。こっちへ進んでいけばリクワルドに着くはずだが。あれ、なんか人間の匂いがするっすね。こんなとこに？ちょっと行ってみるっす。ひょっとしてリクワルドなじゃねえか。いや、まだ先だと思うが。あれ、誰かいるよ。人が住んでるっぽいよ。なんでみんな笑ってるの？ちょっと変な感じ。旅のお方、お困りですか？この霧の中、旅を続けるのは危険ですよ。どうです？今日はこちらにお泊まりになっては？いや、大丈夫だ。すぐに立つ。そうですか。では、お食事だけでもどうぞ。さあ、お召し上がりください。悪いが腹は減っていない。ああ、これはこれは差し出がましいことを。申し訳ございません。ところで旅のお方、どうしてわざわざこの辺鄙な村にいらしたのです？たまたまだ。リクワルドへ向かっていたんだが、この霧で道をそれてしまった。本当にそれだけですか？ああ。なるほど、そうでしたか。申し訳ございません。辺鄙な村ですから、旅のお方が物珍しいのでしょう。そうか。ではそろそろ行くぞ。そういえばこの村の名前は？メシアス村でございます。リクワルドじゃなかったんすか？ああ。ご飯美味しくなさそうだった。あれじゃ腹いっぱいにならねえな。でも親切でしたぞ。みんな笑ってたね。そんなに楽しいのかな。おかしな村だったな。ええ、冒険者が一人村に迷い込んできましたが、ただのテイマーでしたので問題はないかと。はい、手はずは整っております。明日デライト渓谷で竜の恵みを採取いたします。どうかご安心を。ではこの汚れた世界に救済を。この丘を越えればリクワルドに到着だ。待ってました。おいしいお肉あるかな。あったかいお庭でのんびりするのもいいかも。それって最高だね。お、見えてきたっす。うわあ。これは異常事態だな。平気なのか？確かにちょっと冷えてきたっすけど。僕たちは大丈夫。ユージ寒そう。何か暖を取れる魔法はないか。魔法断熱。うん、あったかそうですぞ。
よし、これなら普段通りに行動できそうだ。魔法って本当に便利だな。おお、テイマーとは珍しい。この寒波の中、ずいぶん薄着だな。一体どうなっているんだ、この街は。10日くらい前から急に寒くなってな。ここ数日は死者も出たくらいだ。ところで、リクアルドへは何しに？飯がうまいと聞いてな。飯がうまいのは確かだ。トラカ亭って店に行ってみろ。人いないね。やはりもともと暖かい地域らしいな。あっさり見つかってよかった。邪魔するぞ。すみません、今日はもう閉店なんです。わかった。明日は何時からだ？申し訳ありません、明日も営業はできないんです。ん？暖房に燃料の薪を使ってしまって、料理用のが確保できないんです。なるほど。だが俺の勘がここはうまいと言っている。絶対に飯が食いたい。薪があればいいのか？そうですけど、今から木を切ってもダメなんです。作ったばかりの新しい薪は煙が出るので料理には使えないんです。しっかり一年は乾燥させないと。わかった、ありがとう。どうした、ユージ？もうどっか行くの？あれ？ちょっとご飯食べないんすか？どの木が薪に向いてるんだ？知らない。わかんない。自分も見当つかないっす。とりあえず適当に切ってみよう。伐採するのにいい魔法は。斧召喚。何か間違っている気がする。がまあいい、とりあえずやってみるか。斧のおかげか超級戦闘術のおかげか、魔法もスキルも本当に優秀だな。そうか。スライム水分吸収っていうスキル知ってるか？吸収？知らない。お水を飲むのですかな？お水おいしい？試してみるか。スライム水分吸収。おいしい。ユージだいぶ乾いた気がするぜ。確かに軽いな。じゃあ薪を収納してくれ。かなり多いが入るか？大丈夫。軽い、完璧に乾いてる。どこで手に入れたんですか？料理に使えそうか？料理長を呼んできます。乾きすぎだ。完全に水分が抜けている薪は火力が上がりすぎるんだ。それじゃあまともな料理は作れない。スライム加湿。どうやって作ったかは知らねえが。これならどうだ。だからダメなものはダメだと。なんだこの薪、この重さ、完璧な薪だ。こんな適度に乾燥した薪は初めて見た。まるで料理のために作られたような。今すぐ厨房の火を起こせ。はい、料理長。完璧な火だ。一体どこでこの薪を？このスライムが作ったんだ。意味がわからんが、この薪があれば最高の料理が作れるぞ。最高の料理。薪はどれくらいあるんだ？うわ、
今持っているのはこれくらいだ。のスライム加湿でさっきと同じくらいまで加湿してくれ。わかった了解任せとけ。本当にスライムでこんなことができるとは。必要ならもう一度調達してくる。よし、何か食ってけ。腕によりをかけて作ってやる。どうぞ。キラ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 。待たせたな。アンギスキャトル焼きのリシア層のせだ。ステーキと野菜か。うまそうな匂いだな。これはまず最初に肉の味がガツンとくる。次に野菜の甘みとみずみずしい酸味が溶け込んだソースが肉の脂と絡まり、かつてない深いコクを生み出している。これは間違いなくこの世界に来てから食べた一番うまい料理だ。ごちそうさま。うまかったぞ。毎日でも食いに来たいくらいだ。本当の名物は煮込みなんだ。時間がかかるから出さなかったが。煮込み？それは明日が楽しみだ。でも今うちだけ料理で薪を使うわけには。町は燃料用の薪さえ足りないので。なら薪を大量に作ればいいんだよな。そうですけど。明日また来る。とはいえ、燃料用の薪をどれくらい調達すればいいんだ？薪の依頼ばっかりだな。この依頼を受けたい。ありがとうございます。薪確保の依頼を受けるのは初めてですか？ああ。ギルドに納品する薪は形や大きさが決まっています。でしたらまず町の東の出口を出たところに行って、指導員のウドカさんに薪作りの指導を受けてください。冒険者か。人手が増えて助かる。薪はいくらあっても足りないからな。町全体で1日5トン必要だが、全く間に合っていない。随分とひどい状況みたいだな。ありえない寒さだからな。被害のない近隣の町にも協力してもらってるんだが、全然だ。メシアス村もか。メシアス村？あそこはかなり前に住民はいなくなって、今は誰も住んでいないはずだぞ。じゃああれは一体で、薪を作ったことはあるか？一応経験はある。さっきのが初めてだが。じゃあ好きなようにやってみろ。やり方を見てから指導させてもらう。見たところ力はなさそうだから、無理しないで。この丸太を適当な長さにして縦に割るんだよな。ああ。長さは40センチくらいでいいか。ああ。縦に割るのは2つでいいか。ああ。太めの木なら4つの方がいいか。ああ。できたぞ。これで納品できるか。ああ。いろいろ突っ込みたいが、完璧に作れている以上文句はないな。ありがとう。じゃあスライムを使って適度に乾燥させておく。え？おいしい。お水吸い取るよ。これはもう少し切ってくれ。ああ。ウドカさんお疲れ様でした。今日は早いですね。あいつのおかげでな。ん？
何百本もの木をあっという間になぎ倒して割って薪に、さらにスライムを使って大量の薪を運びやがった。スライムで運ぶ？その魔法本当に使える人がいたんですね。知っているのか？前にどこかの教会で聞いた気がします。神話に出てくる大魔物使いがスライムで物を運んでいたって。神話か。シュタイル司祭なら知っているかもしれないな。今度会えたら聞いてみるか。ところでスライムに収納している薪だが、ここに入りきりそうにない。あと3日分くらいなんだが。3日分？50キロくらいですか？1日5トンと聞いたが。マジ絶対の3日分ですか？ユージできたよ。バッチリ。これほどとは。まだあるんですか？俺にもわからん。スライム、あとどれくらいだ？あと半分くらいだよ。だがたった3日分だしな。薪調達の依頼まだあったよな。ええ。けど薪作りって重労働ですよね。大丈夫ですか？このくらいで心配してくれるとは。この世界は本当ホワイトだな。できたぜ。リクアルド名物アンギスキャトルのリシア層煮込み。そしてお仲間さんたちにはキャトルの生肉とリシア層を使った特製盛り合わせだ。うまそう。町からのお礼だ。薪作りで随分助けてくれたって聞いたぜ。では。噛まれた肉が口の中ですぐにとろけていく。しかし存在感を失わず、野菜の旨味が溶け込んだスープと見事なハーモニーを奏で、奇跡のシンフォニーを生み出す。奥深い味の彼方に広がるのは神秘の果てなきベクベ。まさに神料理というべきうまさだ。幸せ。最高です。こんなうまいの初めてです。もう一杯くれ。気に入ったか。俺も久しぶりに披露できて嬉しいんだが。だがまだ最高の煮込みじゃないんだ。何？実はこのところリシア草の畑が魔物に荒らされてて、質のいいリシア草が食べられてしまうんです。あれはここいらでしか栽培してないからな。もし最高のリシア草が手に入れば最高の煮込みができるんだが。その魔物なんて名前だ？魔物を捜索する係と畑を守る係、半分に分かれてくれ。僕たちは畑を守るよ。魔物来いや。僕たちは魔物探す。任せといて。オラオラやってやる。もうぶっ飛ばしてやるぜ。鉄板ですが。対象の魔物はグリーディーボーだ。森に潜んでいるらしいが、どれくらい気が立っているかわからない。警戒を怠るなよ。大丈夫、絶対倒す。僕はあっち行く。俺はこっちだ。すぐに見つけてやりますが。見つけた。ここだよ。やりすぎますだ。倒してやら。頑張るっすよ。どうだ、我らの力を思い知ったか。おいしい石屋草を独り占めなんて許さないさ。まだいた。こっちもですだ。2匹まとめてだ。
50匹くらいは倒したか。さすがに見つからなくなってきたな。ユージ、森の中に変なのがあるぜ。なんかボールみたいですが。ドライアドでも知らないか。見たことない。でもわずかだけど魔力を感じるね。おお、黒く変わりましたぞ。これは魔力を吸収してるね。竜の恵みか。ひょっとしてこの石が呪いの魔石になるんじゃないか。そうかも。そうか、石が魔力を吸収してるせいでこの辺りの魔力がすごく少なくなってるんだ。魔力を吸収。魔力が少なくなると寒くなったりもするか。するよ。逆に魔力が多すぎるところは火山みたいに熱くなったりね。つまりこの寒さもこの石が。これって自然発生するのか。ううん、人が作ったものだよ。ユージじゃない人間の魔力が残ってる。とりあえず浄化するか。その後で犯人探した。対魔法結界怪獣極み。おスライムたち、他にも同じような石がないか探してくれ。燃射。浄化した魔石の原石は全部で108個。しかも円形の範囲に分布していた。その中心部に何かあると考えるのが自然だろう。つまり。この辺りだ。スライム、何か気づいたことはないか。普通の森、何も変わったところはないですが。確かに普通だが、なんとなく森の様子に違和感がある気がするな。葉が茂る木と雪が不似合いだとか、そういうレベルじゃない。わざと違う大きさの木を無秩序に配置しているような。巧妙に偽装されているのか。ユージ、どうしたの。なんか気づいたのか。森の様子がおかしい。みんな一旦この周囲から離れるんだ。プラウドウルフはスライムの移動を手伝ってくれ。了解っす。はーい、分かったぜ。ユージ、何をするつもりなの。森林破壊だな。ドライアド的にダメか。大丈夫。森はなくなっても時間が経てばいつか元に戻るけど、呪いの魔石を使われるとたとえ時間が経っても元に戻るかどうかわからないから。よし、なら行くぞ。燃えろ、終焉の豪華。何かの入り口のようだな。入ってみるか。マジっすか。ユージやる気だね。あの町のため。ああ、町を助けるわけなんて一つでいい。こちらに進めますぞ。行ってみよう。
ドライアド、森に帰っててくれ。この先は何があるかわからない。うん、気をつけてね。ユージー、すげえぞ。これは。広い。大きい。何かの機械。こんな近代的な設備がこの世界にあったのか。ユージー、こっちにも何かあるよ。何かな。これあの石だよな。ひょっとしてここ魔石の工場か。何があった。魔力注入装置は無事か。あのマントは。魔石もダメだ。すぐにハビエル様に報告を。ハビエル、そいつが魔石を作ってたのか。ここは慎重に行こう。魔物怨行、あいつらに任せるか。分かれ道が多いな。ユージ、あの人たちいた。逃がさないですぞ。いけるな。そういうことか。スライム、レバーを同時に下ろすんだ。わかった。せーの。わあ、すごいユージ。まあ、行くぜ。リスだ。スライムさんたち、ずいぶん先まで進んでるっすね。ああ、だいぶ大掛かりな施設だな。ユージ、また行き止まり。でも何かあるよ。地上へ続いているようだな。登れるか。大丈夫。ホップしてポイジャンプ。お？あそこは。メシアス村だ。ハビエル様、重大なご報告があります。あのマント、連中救済の蒼月だったか。人のいなくなった村に隠れ住み魔石を作っていたみたいだな。さっきの爆発で呪詛の源が破壊されたというのか。そのようです。魔力注入装置も壊れていました。多くの魔石が未完成の状態で。なんということだ。あの巨大な機械、呪詛の源というのか。手の空いている者たちを集めろ。呪いの原石の捜索隊を編成する。先ほど呪詛の源が破壊された。だがこの規模の爆発を人間に起こせるとは思えん。
おそらく隕石か何かだろう。何としても呪いの原石だけは森から回収するのだ。108個全てとは言わん。直ちに集めてこい。呪いの魔石の原石だから呪いの原石か。分かりやすくていいネーミングだな。しかし一斉に動けば人目につきます。もし誰かに見られたらどうしますか。全て殺せ。多少不自然に見えても構わん。呪詛の源が壊れた以上この村にとどまる理由はないからな。行け。はっ。全て殺せとは物騒だな。ならば犠牲者が出る前にやることは一つだ。森にいるスライムたち、村の周りに包囲網を作ってくれ。村の近くだとバレやすい。1キロくらい離れた場所で囲むんだ。わかった。っていうかもうできてるよ。さすがスライムさんたち、早いっすね。よし、次は村の中に救済の蒼月以外の住民がいないか調べてくれ。了解、任せとけ。住民お、ハビエル様、この後は。呪いの原石が回収でき次第この村から撤収する。村にいるのはこの部屋にいる人たちだけですぞ。いい機会だ。今のうちにこの村を探ってみよう。スライム。はーい。わーい、明るい部屋。スライム、本や書類をこっそり収納してくれ。書類棚は丸ごとで構わない。了解。書類あったよ。手紙も見つけた。ヒュージー来たよ。意外と早かったな。魔法転送魔力とわみ。この汚れた世界に救済を。やはりこいつらもか。どうする。逃がせば関係のない一般人を巻き込む可能性がある。続行だ。はーい。ユージー、開かない扉がある。うー、入れない。ビタリ閉まってやがる。厳重だな。待てよスライム、周りにさっきのレバーのようなものはあるか。ううん、見当たらない。この部屋明るいね。ピカピカ。やつらは5人。ひょっとして。スライム、それぞれランプの前に行ってくれ。わかった。魔法転送風切り章。平和的な理由で死んだものではなさそうだな。ユージ、一人そちらに行きますぞ。これは書類も資金も全てなくなっただと。誰かが盗み出したのか。一体どうやって。バレ始めたな。どうする。終焉の豪華を打ち込むか。ハビエル様、捜索隊の魔力反応がありません。なんだと。一人残らずか。そのようです。周囲に全く反応が見られません。どうやら先ほどの爆発も何者かの攻撃だったようだな。おそらく資金を盗み出したのも。しかし、それほどの力を持つ者ならなぜ我々に直接攻撃してこない。ここにいる我々を殺さない理由は一つだろう。あの仕掛けに気づいているということですか。仕掛け。ああ、全てを浄化する炎だ。
この村にいる我らが全滅した時に発動し、その名の通り全てを焼き尽くして浄化する。敵はおそらくその仕掛けを何らかの方法で知った。そうだったのか。終焉の豪華を打ち込んでいたらヤバかったな。ではどういたしましょう。一矢報いてやろう。今この村にいるのは我々5名と侵入者だけ。どうすればいいかわかるな。
だね。いたのかプラウドウルフ。いやいや、いたっすよ。ずっと隠れてた。そんなことないっす。姿が見えませんでしたぞ。いやいや、見えてました。怖がってたんだ。いやいや、違う。サボってた。だから飯はお預けだな。そんな、ユージさん。ユージさん。ユージが帰ってきたぞ。無事だったんですね。心配したぜ。グリーディーボアを倒しに行ったきりだったからよ。何かあったのか。森ですごい爆発があったのに気づかなかったのか。時間を空けて2回もですよ。隕石でも落ちたんじゃないかって。またか。どうも隕石と勘違いされることが多いな。隕石街に落ちなくてよかったな。まったくだぜ。その成果は分からんが、寒波も和らいできた。しっかり暖かくなったみたいだな。おーい、ユージ。おはようございます。寒波が去ったからお祝いパーティーを開くんだ。よければ参加しないか。おー、ようやく主役が来たか。主役？ユージのことさ。おかげで薪の備えも十分できた。もしまた寒くなっても安心だ。雪解けパーティーの主役はユージさんです。かこつけられた気もするが。じゃあリクワルドの雪解けに乾杯。ユージさん、グリーディーボアを倒してくれてありがとうございます。朝一で最高級のリシア草が手に入りました。ということは。おう、これぞ正真正銘アンギスキャトルのリシア層煮込み最高級スペシャルだ。ワク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 。ああ、うん、これは。ユージさん大丈夫ですか。泣きながら気絶してます。なんて幸せそうな顔だ。うまかったな。そうだ、メシアス村で回収した書類を調べておくか。わあ、おやすみ。何か細工してあったのか。文字が残っていたのはこの一枚だけ。持ち出し閲覧用。救済の蒼月が狙っていた暗殺対象の候補リストか。Ha ha ha.